はい、マッチを良くすると細谷秀明でございます。日時はですね、2020年12月の今日は24日でございます。はい、先日もですね、皆様にお伝えしたこのお車の買い取りしますとかね、車高価買い取りしますとかいうね、このような、ビラがですね、青梅市の方にも、配布されているというかですね、車にですね、挟み込まれている、ワイパーのですね、部分に挟み込まれているとかね、ガラスに貼り付けられているとかね、いう事案が多発しております。このようなビラがね、車に、自分の車等にですね、貼り付けられたりしていた場合は、すぐにですね、剥がしてください。はい、これはですね、犯罪の恐れがございます。はい、このようなね、ビラがですね、車に貼り付けられていた、数日からですね、1ヶ月ぐらいしたら、車がですね、盗難にあったというね、事案が多発しております。はい、違う会社の名前でですね、微妙にですね、チラシのフォーマット等を変えてですね、愛車に貼り付けられたり、ワイパーに挟み込まれたりというね、事案があります。はい、電話をしてみますと、同じような人物がですね、電話口に出るというね、ことがあります。はい、このようなビラ、全く無視してください。愛車にですね、ビラを挟み込むような行為を見かけた場合、すぐに注意してください。はい、そこはですね、他人の敷地です。はい、すぐに注意をしてください。次回からですね、二度とそのようなことをするなという警告をしてください。またですね、それをですね、聞かなかった場合、スマホ等でですね、その人物の容姿をですね、撮影をしてください。はい、なおかつですね、それが続くようでしたら、警察等に相談をしてください。お近くのですね、交番等に相談をしてください。もちろんですね、真面目にね、ご商売をされている方もいるんですけれども、このようなビラを使ってですね、ただ大半がですね、トラブルを起こしているような、業者でございます。はい、このようなビラ、またですね、青梅市で発見されました。ご注意ください。このようなビラ、ありましたらですね、すぐに剥がして捨ててください。はい、現場からは以上でございます。街を良くすると細谷秀明でございました。